はい、皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ。はい、ということでね、今日のさくらチャンネルもやっていきたいと思います。今日はですね、すっぴんでお風呂上がりのパジャマでございます。このね、しましまのヒートテックが透けてると思うんですけど、これはわざとなので気にしないでください。はい、ということで今日は何をやっていくかというと、じゃーん。はい、今日はですね、この保温効果でクマのお手入れということでね、ノンクマというものを紹介したいと思います。はい、これなんですけど、 目元にね、こうここに貼るだけで目元のケアができるというものなんですね。今日はですね、こちらをね、実際に使ってレビューしていきたいと思います。はい、ということなので、お風呂上がりでスキンケアしたあとすぐに撮影をしております。はい、ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということでね、早速やっていきたいと思います。ではね、まずクマができる原因なんですけど、このクマはね、寝不足、睡眠不足だったり、あとはストレスによってもできると言われております。このノンクマのシートを貼ることでですね、遠赤外線パウダーにより遠赤外線波長を発生させて、あのお肌をすっきりさせてくれるんだそうです。そうでね、これは人体から放出される体温を反射させて再び体に送り返しますということで、こう無駄なものが入ってないっていうのはポイントですね。こう自分の体温を使ってケアをすることができるというものになります。ね、こちらなんですけども、お肌に優しい粘着ジェルを使っているので、お肌がね、こう敏感な方も大丈夫かなと思います。このね、シートなんですけど、粘着力が持続する限り繰り返し使えるんですよ。そう、これ使い捨てではなくて繰り返し使うことができるので、すごくコスパというか、こう金銭的にも嬉しいものかなって思います。早速開けていきたいと思います。はい、中開けてみました。これとこれが出てきて、でこれがね、保管用のねシートだそうです。はい、これは多分使った後に保管するシートですね。あ、ここに貼っとけばいいんですね。こんな感じで、でこれがシートになってます。使い方としましては、ですね、こちらに書いてあるんですよ。ちゃんと書いてあって、ですね、化粧水なのでお肌を整えます。ノンクマシートを台紙から剥がして気になる目元にしっかりと貼ります。でね、貼った状態で20分、最短で20分つけておけば OK なので、朝とかの忙しい時間もお気軽に使いいただけますって書いてあります。そう、あの20分つけておくだけで大丈夫なんです。なのでつけた状態でね、いろいろ着替えとか、そういう朝ごはんとか、そういうのをしてちゃんと忘れずに取っていけば、こうクマがね、クマに効果的だそうです。はい、こういう感じ。はい、ではこれをね、貼っていきたいと思います。向きをこういう感じ、じゃあ貼っていきます。そう、私は今もうスキンケア終わってるので、このまんま貼りたいと思います。じゃーん、じゃん、じゃじゃん、じゃん、できました。すごい、どう、なんかちょっとホラーチックだね。鏡で見よう。はい、綺麗に貼れております、ね、今から20分、今ね夜の9時20分なので、9時40分までこの状態でいたいと思います。私ね、今日ショックなことというか、帰り道ね、あの知り合いの方と一緒に帰ってたんですけど、そしたらなんか今日疲れてるねって言われて、なんかちょっとクマひどいよって言われたんですよ、その知り合いの方に。そう、それでええー、と思ってショックだったんですよね。そう、私ね、結構クマとかこうひどく、こう結構くっきり出るタイプなんですけど、だからね、余計気にして過ごしてるんですけど、こう実際言われたのは初めてで、そうびっくりしちゃいました。こう貼ってる感じは全然違和感ないというか、こう痒くもないですし、なんだろう、ちゃんとくっついてて、なんかね、ちょっとね、じわじわとあったかい感じがしますね。でこちらのね、お値段なんですけど、こちらは540円になります。はい、すごくね、コスパというか、そう、あの金銭的にも優しいので、ほんと手軽に買えるものかなって思います。最近ね、栄養の勉強にハマってて、このね、栄養の基本がわかる図解辞典っていうの、そう、これをね、図書館で借りたんですよ。年明けからね、料理頑張ってるんですけど、ちょっとね、
基礎というか栄養の基礎的な部分から詰めていきたいなと思って、そう今回ね図書館で借りてきました。そうちょっとね時間になるまで勉強していきたいと思います。ということでね、20分経過しました。こうずっとつけてたんですけど、なんていうか全然違和感ないです。なんか私は敏感肌なのでちょっとね心配はしてたんですけど、全然違和感なく、逆になんか心地いい感じで、なんかね眠くなっちゃうような感じでした。うとうとしちゃう感じ。そうでね20分、正確にはね25分正確には今25分経過しました。なのでちょっとね撮っていきたいかなと思います。3 1、ピラ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 ピー、お、どう、ちょっと軽くなった感じがする。でこれ撮ったやつはさっきね見せた、さっき入ってたこれ、このね保管用シートに貼りたいと思います。今撮ったんですけど、なんかでもね朝より全然クマが引いた気がしますね。気持ち、うん、いいねこれ、すごいすっきりする。このねシートなんですけど、このシートは夜寝る前につけたりとか、朝起きてうわクマがってなった時につけてもいいっていう、こういつでもね使えるものになります。でね、そう夜寝る前につけたりすると、朝クマがこう目立たなかったりとか、朝ねクマができてなかったりとかっていうことがあるそうです。今回はということでこのねノンクマを使用していきました。はい、つけた感じはすごく違和感なくつけれて、こう逆にめちゃくちゃ心地よくてずっとつけてられるようなものでした。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次さくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。